Marduk, in Mesopotamian religion, the chief god of the city of Babylon and the national god of Babylonia, as such, he was eventually called simply Bel or Lord. Originally, he seems to have been a god of thunderstorms. Marduk has been said that he is son of Enki, or Marduk took his place of Enki as his official successor. Marduk has been the god whom we call now Jesus after another god Shamash was crucified on that day, and now I, Hiroshi Hayashi, know Baphomet is Marduk himself, the Lord and the Savior. バビロンの主神、それがマルドックでした。そのマルドックは、延期の息子、あるいは正当な後継者とも言われていますが、そのマルドックこそが、現在私たちがイエスと呼んでいる神自身ということになります。もう一人の神、シャマーシュが処刑された後、マルドックが私たち人間の主であり、救世主ということになります。つまりバフォメットはマルドック自身ということになります。ヒロシハヤシ、浜松シティ、ジャパン。外堀を埋めるため、皆さんをまずメソポタミアのウルへ案内します。メソポタミアです。で、中心にウルを置いてみます。クイーンプアビが君臨したウルです。女王プアビの墓からは数多くの副葬品が発見されています。女王プアビの頭蓋骨は普通の人よりも 1.4 倍、体積比にして約 2.7 倍あったと私林氏は計算しています。これが女王プアビです。そのウルの北西部に位置するのがウルクです。イナンナ・イシュタールの本拠地です。そしてそのウルのほぼ西に位置するのがエリドゥの町です。エンキ、そしてマルドックが君臨した都市と考えると分かりやすいです。こういう位置関係にあるということですね。つまり女王プアビの君臨したウルはですね、ウルクとエリドゥの間に挟まれていたということです。ですからクイーンプアビはですね、イナンナシュタールの紋章 と同時に延期、あるいはマルドックの紋章を飾ったということになります。これらの発掘品はウルで発掘されたものですけども、牛は延期自身を表現します。そして八方向に伸びる星、金星をかたどったのがイナンナ・イシュタールの紋章と言われています。そして同時に奇妙な動物の紋章も見つかっています。一見するとヤギのようにも見えますが、この紋章こそがマルドックの紋章ということになります。一般にはヤギと言われていますが、その姿はそのままバフォメットの姿と一致します。一番右がバフォメットです。比較してみると違いがないという点で同じと判断します。角、尖った顔、そしてヒゲということになります。つまりこうしてバフォメットイコールマルドックとつながりますが、これは私の発見ではありません。もう一人、ジョルジオ・ヴァザーリという画家がそのことを知っていました。ジョルジオ・ヴァザーリの作品です。その中央下にですね、ここに奇妙な絵が描かれています。この絵の中にもバフォメット
トが描かれています。なぜこんなところにバホメットが描かれているかということですけども、結論を先に申し上げておきます。ここに描かれているバホメットイコールイエスということになります。つまりマルドックということになります。そのことを続く動画の中で証拠を添えて証明します。Wikipedia English writes that Giorgio Vasari, 1511 to 1574, was an Italian painter, architect, writer, and historian, and was most famous today for his Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, which was considered the ideological foundation of art historical writing.ジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子、画家、建築家、作家、そして歴史家、芸術家列伝、つまりミケランジェロを中心にルネサンス期の芸術家の評伝を書いたことでも知られています。この中で再生、つまりリナシタという用語を用いており、それがルネサンスという言葉につながったとも言われています。広志林、浜松市、ジャパン。ジョルジオ・ヴァザーリはこんな絵を描いています。いろいろな説明がなされていますが、それはさておき、この中央の部分に注意してください。この赤枠で囲った部分です。ここに描かれているのは盾と思われますが、そのデザインが大変気になります。中央に地球儀、あるいは地球らしきものが描かれていて、その左右に奇妙な動物が2匹描かれています。私林浩司は向かって左側の動物らしきものはバフォメットと判断しました。そして向かって右側に描かれているのは羊と判断しました。バホメット、つまりイエス・キリスト、そして羊、マリアということになります。その2匹の動物が地球を挟んで、つまりは地球を取り合っているかのように見えます。バホメットの絵は私が知る限り最も古い絵ということになりますが、ダヴィンチ自身もバフォメットを描いています。サルバドール・ムンディ、世界の救世主という絵ですけども、これはある意味で騙し絵になっています。サルバドール・ムンディの絵を逆さまにし、髪の毛に着色してみると、つまりそれはそのままバフォメットの顔になります。左右比較してみてください。それを裏付ける一つの証拠として、バフォメットとそしてサルバドール・ムンディのハンドジェスチャーに注意してください。共にサバジオスの手を表現しています。ここが今日の大切なポイントですから、もう一度確認しておいてください。ジョルジオ・ヴァザーリのこの絵の中央に盾のようなものが描かれ、その中心に地球が描かれ、左右に左にバフォメット、そして右に羊が描かれています。バフォメットイコールイエス、羊イコールマリアイコールローマンカトリックと私林浩司は判断しています。そのバフォメットとマリアとなると、その手前に描かれている2人の人物は誰かということになります。ここが今日の重要なテーマということになります。なお、ここに描かれているのがバフォメットであるということは、例えば顎の下のひげ、そしてもちろん角などが一致しているからです。
注意深くご覧ください。いろいろ言われていますが、バホメット最古の絵はこのジョルジオ・ヴァザーリの絵の中にあったということになります。なぜヴァザーリはこんな絵を描いたのでしょうか。そこでさらにこの絵を検証してみます。向かって左側の女性に注意してください。女性の向かって左側の右腕に注意してください。この赤い丸をつけた部分ですけども、この女性はこの腕の中に直角定規とコンパスを持っています。言うまでもなくフリーメイソンのシンボルマークへとつながっていきます。そして向かって右側、つまり中央に描かれている男性に注意してください。この男性の背中にはヒレが表現されています。つまり少なくとも人間ではないということになります。このヒレに注意してください。ジョルジョ・ヴァザーリは他の自分の絵の中でもやはりヒレをあちこちに描いています。左の絵もジョルジオ・ヴァザーリの絵ですけども、ここに描かれている子供の背中にもヒレが描かれています。全く同じであるという点に注意してください。そしてさらにミケランジェロの絵の中にも同じヒレが描かれています。システィーナ天井画のノアと三人の息子と題されたこの絵です。この絵の中の下にかがんでいる息子の一人に注意してください。全く同じヒレが描かれています。もっともジョルジョ・ヴァザーリはミケランジェロの弟子であったということですから、このような形で、まあ、ヒレがですね一致していたとしてもおかしくはありませんが、しかし筋肉のつけ方、筋肉の様子、体の、まあ、何でますかね、表現の仕方まで同じであるという点に注意してください。今ご覧いただいているのはそのヒレということになります。となるとこの2人の人物は誰か、あるいはどのように捉えたらよいのかということになります。中央の盾の中にはイエスイコールバフォメットが描かれています。そしてマリアイコールローマンカトリックも描かれています。となるとそれ以上の人物ということになります。もう一度ジョルジョ・ヴァザーリの絵を見てください。中央の盾と思われるものの中にバフォメット、そして向かって右側にマリアが描かれています。羊イコールマリアということになります。がその謎を解く鍵はこの絵の中にありました。もう一度この絵を見てください。手前にいる向かって左側の女性、向かって右側の男性、この2人はキリスト、そしてマリアよりもさらに上位の神ということになります。そして向かって左側の女性は手に直角定規とコンパスを持っています。つまりフリーメイソンのシンボルマークの、まあ、直角定規とコンパスと一致するということです。でその謎を解く鍵がこの隠し数字ということになります。ここには1、2、つまり12という数字が隠し込まれていましたが、ここだけを見るとそのようにも見えるかなというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、あのアゴスティアーノ・ヴェネチアーノも自分の絵の中に隠し数字を書き込んでいました。左から1502となります。02は読み直して20とします。15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。
イナンナ・イシュタールとシャマー・シュが組んでキリスト教を後に立ち上げます。ともかくもここには1502という数字が隠し込んでありました。同じ手法で、つまりはバサーリもそれに気がついていたかどうかは別として、バサーリの絵の中には12、つまり12という数字が隠し込んであったということになります。1212です。12はメソポタミアの神聖数によればニンフルサグを意味します。ニンフルサグ、つまり延期の姉でもあり妻でもあると言われている神です。右上はバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。境界石です。そのバウンダリーストーンの向かって右側、上から3番目にニンフルサグが表現されています。オメガマークで知られているニンフルサグです。神聖数は12です。つまりここに描かれているのはニンフルサグということになります。となるとその向かって右側に描かれているこの男性は誰かということになります。向かって右側の男性は誰かが、その謎を解く鍵が中国に残っていました。直角、定規とコンパスに注意してください。その直角、定規とコンパスを持った神、それが如家と福義ということになります。如家と福義です。つまり如家と福義の絵とここで一致するということになります。如家が持っているコンパス、福義が持っている直角定規に注意してください。つまり如家福義イコールニンフルサグおよび延期ということになります。如家と福義は、つまりは人間を改造し人間を創造した神ということになりますが、その二人の神がジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の、つまりはテーマとこのような形で一致します。つまりはジョルジョ・ヴァザーリの絵の中に描かれている二人の人物は、向かって左側がニンフルサグ、そして中央に描かれているのが延期ということになります。なお古来より如家福義の下半身は大蛇の様子で描かれていることが多いのですけども、延期もまたレリーフによっては大蛇に描かれていることがあります。今ご覧いただいているのがそのレリーフ、あるいは円筒印象から起こした絵ということになります。同じような下半身大蛇の延期はエジプトでも見つかっています。下向かって左側はメソポタミアで見つかっている延期像です。まあ、このような形で四方八方から一つの事実へとつながっていきます。さらにこんな証拠もあります。ジョルジョ・ヴァザーリの絵に戻ります。この絵の中央に描かれている人物、延期、もう延期と断言してよいわけですけども、この延期の腰のところに注意してください。透明の皮がめくれているかのように見えます。そうです、神秘がめくれています。もっと言えば脱皮している人間が描かれています。大変興味深いことにダ・ヴィンチも同じような皮膚を描いています。カーネーションと聖母子の絵ですけども、この中に描かれている、つまりイエスの腰に注意してください。
イエスの腰にもやはり同じようにと言いますか、同じような脱皮している皮膚が描かれています。つまりこれらの神々は脱皮するタイプの神であったということになります。つまり中央に描かれているのは延期、ギリシャ名プロメテウスということになります。そのプロメテウスの背中にはヒレがあったということです。つまりこのような形で1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァザーリという操り人形芸術家を使って、つまりは神々の系図をこのような形で私たちにメッセージとして残したということになるのではないでしょうか。またそう考えれば、中央にイエスとマリアが描かれ、さらに手前にニンフルサングと延期が書かれているという意味も納得できます。ニンフルサングと延期はイエス・マリアの立場から見ればさらに上位の神ということになります。ついでですが、向かって左側がミケランジェロの絵ということになります。右がヴァザーリの絵ですが、いくら弟子であってもこのように一致するものかという疑問、謎も残ります。まあ弟子でしたから似ていてもおかしくないということになりますが、しかしその向こうにあるアジェンダまで、つまり基本的な姿勢まで一致するということはあり得ることなのでしょうか。ともかくもここに描かれているのが、向かって左側がバフメット、つまりイエス・キリスト、そして向かって右側が羊マリアということになります。もう一つついでですが、この盾のようなものの左端に描かれている星のようなものは何かについても考えておきます。この星のようなものを見てまず最初に思いつくのがプレアデス星山です。日本ではスバルと呼ばれています。マルドックの左上にプレアデス星山が描かれているとしたら、これまた大変なことになります。16世紀のヴァザーリには知る由もなかった星団、そしてその星の並び方ということになるからです。ここでは一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになります。ジョルジョ・ヴァザーリの描いた一枚の絵画、その中に描かれているのがニンフルサングであり、その右下に描かれているのが延期ということになります。となるとその向こうに描かれているのがイシュタール、マリアです。そしてマルドックということになります。延期の息子ということになっています。そして背中にヒレがあるということから、ここではラム族の一人であるということになりますが、その一方で延期は下半身が大蛇であったとも言われています。つまりサーペント族です。その様子を表しているのが中国の儒家と伏義の絵ということになります。繰り返しになりますけども、下はメソポタミアで見つかっている円筒印象から起こした、レリーフと思われる絵です。その中では延期は下半身は大蛇、つまりサーペント族として描かれています。このような形で1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァザーリという画家を通して私たちに神々の系図を残したということになります。最後にもう一度おさらいしてこの章を終わりたいと思います。左上がニンフルサン、右が延期、下がマルドゥクとイシュター、つまりイランナ、つまり
マリアということになります。マルドックイコールバホメットというふうにつながっていきます。そしてこの両者はゼカリア書記が説いているように対立関係に入ります。左は現在のフリーメイソンへとつながり、右は現在のローマンカトリックへとつながっています。When on high the heaven had not been named, firm ground below had not been called by name, naught but primordial apes, their begetter, and Mum, Tiamat, she who bore them all, their waters commingling as a single body. No reed hut.Had been matted, no marsh land had appeared, when no gas whatever had been brought into being. Uncalled by name, their destinies undetermined. Then it was that the gods were formed within them.上にある天は未だ名付けられておらず、下にある地にも未だまだ名がなかった時のこと。はじめにアプスがあり、すべてがそこから生まれ出た。混沌を表すティアマトもまたすべてを生み出す母神であった。水は互いに混ざり合っており、野は形がなく、湿った場所も見られなかった。神々の中で生まれているものは、まだ誰もいなかった。エヌマ・エリシュ冒頭部より、広し林、HMS City, Japan. マミズを司るアプス、円錐を司るティアマト、そしてその息子でキリを司るムンムといった原初の神が登場する、それがエヌマ・エリシュ物語です。アプスとティアマトの交合からラハムとラフム、アンシャルとキシャル、そしてアヌ、さらにその子のエアとその兄弟たちなど、さまざまな神々が生まれました。神々は非常に騒がしかったため、アプスーとティアマトは不愉快に思いました。アプスーは神々を滅ぼそうと企て、ティアマトに提案します。彼らの振る舞いに私は我慢ができない。私は昼は休めず夜は眠れない。彼らの騒ぎをやめさせるために彼らを滅ぼしたい。そして私たちのために静寂が支配するように、最後にそして私たちが眠ることができるようにと。ティアマトは夫に向かってわめき始めた、苦しんで叫んだ
何ですって、私たちが作ったものを自ら滅ぼすんですって。確かに彼らの行いは不快ですけれど、我慢して優しくしてあげましょうよと言った、というふうに反対されたとあります。アプスーはムンムの同意を受けて計画を実行しようとしますが、それを悟ったエア延期は魔法でアプスーを眠らせて殺し、ムンムを監禁しました。エアーはアプスーの体の上に自らの神殿エアブスを建設し、火のダムキーナとの間にマルドックを設けました。それがマルドックです。エアーよりも優れたマルドックの誕生を喜んだアヌにより贈られた4つの風で遊ぶマルドックにより、ティアマトの円錐の体はかき乱され、ティアマトの中に住む神々は眠られなくなりました。ティアマトはこれらの神々の説得に応じ、アプスの死への復讐を企てました。ティアマトは力を強め、これらの神々も力を合わせました。ティアマトは戦いに勝利するため、2番目の夫キングーに天命の初番を与えて最高神の地位を据え、さらに11の合成獣、つまり獣の軍団を作り、そして攻撃しました。最終的にマルドックがティアマトに勝利し、ティアマトの遺骸を用いて世界を形成しました。ティアマトに勝利したマルドックは天命の初版をアヌに進呈し、世界法則の制定およびさらなる世界の創造を進めます。またマルドックはキングを殺し、その力人間を創造したことで、これらの神々は労働から解放されました。それに喜んだ神々はマルドックへの奉仕として神々の住む家であるバビロンの建設に着手し、2年でこれを完成させました。神々はマルドックに最高神の権威を与え、50の名で彼を称えました。ここにおいてマルドックが初期メソポタミア文明において神々の王とされていたエンリルの地位を超越したことが注目されます。で、それとは逆にティアマトは原初の神としての地位を失い、悪魔にされて勝利した若い神に殺された不幸な神であるということになります。また人間の創造の点において、人間の体は神と悪魔の両方の素材から作られたということになります。以上、ウィキペディアの説明文より。
This is so-called the Eastern Orthodox Cross or the Ace-Pointed Cross, a cross that remains now in Greece. I don't know if this cross is directly related to the Nazca lines, but it gave me a hint to solve the mystery of the Nazca lines. Besides these, at this present of time, there are three gods on this earth as human saviors. One is Cain Christ, the original god of human race, created in a foothill of Mount Elbrus. The other is Marduk, or Ra, the god of all gods, who has reigned as the ruler of the earth since the time of Enuma Elis. And the other is Igigi, a Martian who loves humans so deeply and who is based at a point now called Area 51 of the present USA. Then, from the footholds or the bases of these three gods, the summit of Mount Elbrus, the home of Ra Marduk, the temple of Etuf, and Area 51, draw three lines towards Nazca. From the summit of Mount Elbrus, from the temple of Horus, and from Area 51. The three straight lines intersect at the center of Nazca Plateau. And remember that Nazca is just below the straight line, now I call Route 1, connecting the number 2 pyramid of Giza to the east and Easter Island to the west. Human history began along with this Route 1. That is to say that, in other words, the group of Nazca lines were drawn by these three gods, Cain Christ, Ra Marduk, and Martian Igigi, and the lines represent another version of human history with these three gods on this planet. これはギリシャに残る東方正教会の十字架、つまり Eight Pointed Cross、 八方向十字架と呼ばれる十字架です。この十字架がナスカのライン群と直接関係があるかどうかについては私には分かりませんが、ナスカのライン群の謎を解くヒントをこの十字架が私に与えてくれました。広志林、浜松シティ、ジャパン。現在この瞬間において、この地球には人間の救世主として3人の神がいます。一人はエルブルス山で創造された人間種の元神カイン・キリスト、もう一人はエヌマ・エリシュの時代から地球の支配者として君臨している神の中の神ラー・マルドゥク、またの名をホルス。そしてもう一人は現在の USA のエリア51のある地点を拠点とし、人間をこよなく愛した人間の指導者、火星人イギギ。そこでこれらの神々の拠点であるエルブルス山の頂点、ラー・マルドゥックの本拠地エトフ神殿、そしてエリア51からナスカに向かって線を引いてみます。
エルブルス山の頂点から、ホルス神殿から、そしてエリア51から、3本の直線はナスカの中心部で交差します。そしてナスカは、東はギザのピラミッド、西はイースター島を結んだその直線の新直線下にあります。人間の歴史はこのルート1を基準にして始まりました。つまりナスカのライン群は3人の神々、カイン・キリスト、ラー・マルドゥク、そして火星人イギギによって引かれたものであり、これら3人の神々と人間の織りなす別バージョンの地球史を表現したものということになります。The statue of Baphomet is generally said to have been created by imitating a black goat. But is this opinion really correct? In the 16th century, for example, Giorgio Vasari included the Baphomet statue in his painting. Giorgio Vasari said to have been a disciple of Michelangelo Buonarroti. The Baphomet painted by Giorgio Vasari is a large snake in its lower body. Far away back in the history, a statue with the same face as Baphomet was found in the grave of Queen Puabi in Uru. Queen Puabi said to the Queen of Uru around 2600 BC. The lower body of the statue is also a large snake. Then I, Hiroshi Ashi, claim that Baphomet is not a black goat, but a snake, or that is to say that a dragon. I will explain it here in this video.バフォメット像は一般に黒ヤギを真似て作られたものだと言われていますが、本当にその見解は正しいのでしょうか。例えば16世紀にジョルジョ・バザーリはそのバフォメット像を自分の絵の中に描き込んでいました。バザーリはミケランジェロの弟子だったと言われています。そのバザーリの描いたバフォメットは下半身が大蛇になっています。またさらに遠い昔、ウルの女王プアビの墓からはバフォメットと同じ顔をした像が見つかっています。女王プアビは紀元前2600年頃の女王と言われています。その像の下半身もまた大蛇です。つまりバフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。繰り返します。バフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。それをこの動画の中で説明します。広瀬林、浜松市、ジャパン。アルバート・アインシュタインwrote that common sense
is a collection of prejudices acquired by age 18. Yes, common sense is that once made, changing it is not easy. Let's take Baphomet as an example. In general, Baphomet is supposed to be King Satan or has been associated with a Sabbati goat image modeled after a black goat. But is that really the case? I, Hiroshi Hayashi, prove in this video that Baphomet was created to imitate a dragon and the god it represents is Enki-san Marduk. アインシュタインはこう書いています。常識というのはね、18歳の時までに得た偏見の塊なんだよと。その常識というのは一度作られるとそれを変えるのは容易なことではありません。例えばバフォメットを例に挙げて考えてみます。一般にはバフォメットは黒ヤギ、ヤギをモデルにして作られた悪魔の大王ということになっていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司はこの動画の中でバフォメットはドラゴンを模して作られたものであり、それによって表されている神は延期の息子のマルトク自身であることを証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。最初に上の画面を見ながら結論を話しておきます。ジョルジョ・ヴァザーリはルネサンスの時代にすでにバフォメットの絵を描いていました。で、このバフォメットには尻尾、尾があることに注意してください。そして左が今から4600年前に君臨した女王のプアービの墓から見つかったアーティファクトです。左から2番目です。で、これは一般には牛と言われていますが、牛ではありません。牛の形とは違います。と同時にですね、このアーティファクトの腰から下を見てください。明らかに鱗のような、つまりドラゴンの皮膚のようなものが描かれています。つまりルネッサンスの時代にも、そして女王プアビの時代にも、このような形でバフォメットが表現されていたということです。そしてその下半身は、つまりは竜の下半身であったということになります。では皆さんを女王プアビの君臨したウルへ案内します。このウルに紀元前2600年、今から4600年ほど前に君臨した女王プアービの墓から大変興味深いものがたくさん見つかっています。レオナルド・ウーリーらの努力によるものです。で、その中の一つにヤギに似た動物が表現されているものがありました。これは牛です。女王プアビは並外れた大きな頭を持っていたことで知られています。その冠といいますか、飾り物の中にこのようなものがありました。で、これは何かということですけども、バフォメットの顔に酷似しているのが分かりました。で、調べてみます。これがその飾り物ということになります。左が女王プアビの一応復元図ということになっています。この中央の赤い部分に注意してください。で、この姿がですね、ジョルジョ・ヴァザーリがルネサンスの時代に描いた、つまりは
バホメットの姿と酷似しているということですね。そして注意していただきたいことはですね、繰り返しになりますけども、右のバフォメットにはどうやら尾があり、左の、まあ、ヤギのような動物はですね、実はヤギではなくて下半身がヘビ、つまり大蛇、つまりドラゴンのようになっているということです。つまりここに描かれている、まあ、バフォメットはですね、共に下半身が竜になっているということですね。つまりバフォメットイコールドラゴン説へとつながっていきます。もう一度確認してください。右がシオルジョ・バザーリの書いたバフォメット、左が女王プアビの墓から見つかったバフォメットに酷似した、まあ、動物イコールドラゴンということになります。となると中央のこのバフォメットはヤギではないということになります。そしてヤギではなくて竜であると考えると、世界の神々の謎解きもまた大きく一歩前進することになります。ところがここで一つ問題ができるわけです。一般にバフォメットと言われている、まあ、像はですね、下半身が人間のようにして描かれています。なぜでしょうか。どうして竜をですね、人間のように描いたのでしょうかということになりますが、実はこの原型の絵を描いたのは1856年、ずっと後になってからエリファス・リーバイという人が描いたということが分かりました。つまり首から下は最近の創作ということになります。まあ、こうしてともかくもバフォメットの像が生まれたということです。で、さらに興味深いことにですね、あのルネッサンスの時代のレオナルド・ダ・ヴィンチはこうした事実をすでに知っていたということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がその原画を描いたとされているアンギャリの戦いということになります。この絵そのもの、つまりスケッチ画はルーベンスによってコピーされたものだと言われていますが、それはさておきですね、このアンギャリの戦いの絵の向かって右側にはドラゴン、竜が描かれています。そして向かって左側にはラム族、つまり爬虫類の顔をしたレプタリアン族の人物が描かれています。つまり隠し絵になっているということですね。今矢印で示したところにドラゴンが表現されています。向かって右側はサーペント族ということになります。そして向かって左側にはレプタリアンの人物が描かれています。注意深くご覧ください。これも隠し絵、騙し絵ということになります。一見すると左の人物は盾で顔を隠している兵士のように見えますが、見方を変えるとその顔はそのままレプタリアンの顔になります。注意深くご覧ください。上が兵士の顔ということになります。で、その顔に着色してみます。緑の部分に注意してください。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてこの顔は日本の法隆寺に所蔵されている侍像の顔と一致します。他にもこの絵の中には数多くの騙し絵、隠し絵が仕込んでありますが、ここで重要なことはこのアンギャリの戦いの絵はですね、中央で2つの組に分かれているということです。向かって右がサーペント族、つまり竜族ということになり、そして左側がラム族、つまりデイビッド・アイクの言うところのレプタリアン族ということになります。どうしてダ・ヴィンチはそんなことを知っていたのかという質問は大変野暮な質問ということになります。で、バフォメットイコールドラゴンということになります。で、このアイデアはですね、城間夏夫さんという方からいただきました。バフォメットの姿を見ていたらですね、私にはドラゴンに見えるというわけです。まさに柔軟な思考の持ち主の方ということになります。常識にとらわれないで自由にものを考えること
ができる人のみがこうした事実を発見することができます。で、結論ですけども、右がバフォメットです。下半身は後々、創作されたものということですね。で、中央がジョルジョ・バザールの描いたバフォメットということになります。そして左が女王プアビの、時代にすでにあった像イコールドラゴンイコールマルドックということになります。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる暗闇の戦いの絵です。そしてその右がですね、これは現代アーティストによる、創作的なドラゴンの顔ですけども、酷似している点に注意してください。で、あとは選択の問題ということになります。バフォメットはヤギなのか、それともドラゴンなのかということです。ドラゴンと考えると、今までの神々の謎がすんなりと解けていくということになります。つまりマルドックはサーペント族、そしてその父親は、つまりエンキエア・プロメテウスということになりますけども、エンキエア・プロメテウスはつまりはサーペント族ということになります。その息子のマルドックですから、このような姿で表現されていても何らおかしくないということになります。続く動画の中でもう少しマルドックの謎について考えてみます。Enki, or another name of his is Prometheus, was murdered by Enlil's son Nergal. Nergal attacked Enki with his three pets, a scorpion, a snake, and a dog, and he ended with a dagger onto Enki's neck. It is Mitra, straddling a bull or Enki,who pulled a dagger out of Enki's neck and tried to save the life of Enki. This is represented by Greek sculpture or statues of Mitra. The bull is Enki himself. In Mesopotamia, Enki was often called Enki Bull. Then, inheriting the intention and the will of Enki after his death, it was Marduk, son of Enki,who took the position of Enki to guide humans. The symbol of Enki is a one eye, or so-called all-seeing eye, and the symbol of Marduk is a triangle. Nowadays, one eye surrounded by a triangle is a symbol of Freemason. But why is a triangle the symbol of Marduk?I, Hiroshi Hayashi, will explain about this with evidence in this video. Enki はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ネルガルは自分のペットのサソリ、ヘビ、犬を使ってエンキを攻撃し、最後に短刀でエンキの首を切ります。そのエンキブルから短刀を抜き、エンキを助けたのがミトラということになります。その様子を表したのはギリシャ彫刻のミトラ像ということになります。で、その延期の意思を継いで人間指導の立場に就いたのが延期の息子のマルドックということになります。延期のシンボルマークは片目の目ということになり、マルドックのシンボルマークが三角形ということになります。現在フリーメイソンが使っている三角形で囲まれた片目ということになります。つまり目は延期の目、三角形はマルドックの三角形ということになります。が、なぜ三角形なのか、三角形がなぜマルドックのシンボルマークなのか、この動画の中ではそれについて証拠を添えて説明します。広志林浜松シティ、ジャパン。
まず皆さんにメソポタミア周辺に残るバウンダリーストーン、つまり境界石に表現されているマルドゥックの紋章をご覧いただきます。これが境界石です。その境界石にマルドゥックが表現されています。今黄色い四角で囲ったのがマルドゥックです。そして同じような、紋章がですね、別の境界石にも表現されています。右の境界石にもマルドゥックが表現されています。で、そのマルドゥックの紋章といいますか、シンボルマークの中にですね、三角形が描かれている点に注意してください。この三角形は何かということになります。今赤い色をつけてみました。三角形が表現されています。つまり三角形とマルドゥック、マルドゥックと三角形はこのように、関係し合っているということになります。で、もう少し詳しく調べてみます。マルドゥックのレリーフはメソポタミア周辺に残っています。マルドゥックです。マルドゥックはアイガンペットのムーシュスーを連れていました。それはともかくも、マルドゥックというのは延期の息子ということになります。そのマルドゥックの紋章に三角形が表現されている点に注意してください。この三角形は何かということについては続く動画の中で説明しますが、右はメソポタミアの、復元された布ということになります。この中にこのような模様が表現されています。これは何かということですね。で、調べてみましたと言いますか、照合してみました。私はこの紋章はマルドゥックの紋章であると考えています。上段に4つの目が表現されている点にも注意してください。下半分は三叉剣ということになります。そして上半分は、つまりはスキもしくはクワと言われているものです。三角形が表現されています。そしてその三角形がバウンダリーストーンの中にも表現されていて、現代アートの中で表現されているマルドゥックが持っている、武器としても表現されています。もともとマルドゥックというのは、つまりは武器の名前であったということになります。いつもマルドゥックという神がですね、その武器を持っていたために、その神のことを人々は、人間はマルドゥックと呼ぶようになったと言われています。つまりマルドゥックのシンボルマークは三角形であったということになります。by 林博士説です。で、左はウルの女王プアビの墓から発掘された20マスゲームと呼ばれている、ボードですけども、これはゲームではありません、それについては別のところで説明しますが、ともかくもそのボードの中に4つの目が表現されている点に注意してください。4つの目は丸で囲まれています。つまり十の位を表すことになります。現在の今でもですね、1に丸をつけますと十になります。同じコンセプトです。そして上、上段にはですね、このようなアーティファクトもメソポタミア周辺で見つかっています。一般にはミトラの像と言われていますけども、ミトラの像ではありません。延期、つまりプロメテウスの像ということになります。4つの目、つまり40を表します。40は延期、つまりプロメテウスの神聖数ということになります。つまり目はプロメテウスの目ということになります。つまり目と三角を合わせて作られたのが、私たちが現在言うところのフリーメイソンの目ということになります。目と三角、あるいは三角で囲まれた目ということになります。右は現在アメリカの1ドル札の裏に、印刷されているフリーメイソンのシンボルマークということになります。こうして三角と目がつながりました。繰り返しますが、目はプロメテウスの目、そして三角はその息子のマルドゥックを表すシンボルマークということになります。その三角形は時々あちこちに現れてきます。下はミトラ教の神事の様子を表した絵ということになります。このミトラ教の神事の絵の
中央ですね、中央にミトラが表現され、向かって左側にエンディルライオンが表現されています。日本の不動明王ということになります。そして中央に、まあ、短剣を抜いているミトラが表現されています。まあ、こうしてミトラは延期、つまりプロメテウスの命を救おうとした、あるいは救ったということになります。で、結論ということになります。マルドックと三角形、三角形とマルドックですね。で、この事実は現在の私たち人間にとってとても重要な意味を持つと私は考えています。ということで、もう一度おさらいして、それを今日のこの動画の結論とします。今ご覧いただいているのがメソポタミアに残るバウンダリーストーンです。その中にマルドックの紋章が表現されています。まあ、三角形、つまり武器ということになるわけですけども、とアイガンペットのムーシュスーということになります。中央のバウンダリーストーンが分かりやすいと思います。ムーシュスーと、そしてつまり三角形のスキクワとも言われてますけども、武器と、そして、まあ、その2つが表現されているということですね。それがマルドックの紋章ということになります。その三角形がマルドックと三角形を結びつける証拠ということになります。つまりこの三角形がマルドックの象徴的なシンボルマークとなったというわけです。で、マルドックです。ムシュスーという動物でそれが証明されます。つまり上に描かれているのはマルドックの紋章ということになります。マルドックというのは延期の息子ということになります。延期はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ともかくも、こうしてマルドックの紋章が決まったということになります。そして右上はですね、私が偶然見つけた、まあ、メソポタミアの、復元された布ということになります。上に4つの目が表現されている点にも注意してください。で、この赤枠で囲った部分ですけども、上半分が三角、下が三叉剣、つまりマルドックになっています。マルドックというのはもともとは武器の名前でした。で、下にマルドックを表現した絵を集めてみました。赤い絵はですね、これは現代アートに描かれているマルドックということになりますが、まあ、奇妙なことにマルドックは左手にですね、三角形のスキ、もしくはクワ、もしくは武器を持っている点に注意してください。こうしてマルドックと三角形がつながっていきました。つまり三角形はマルドックのシンボルマークということになります。そしてプロメテウスの目とですね、三角形を合わせて現在のフリーメイソンのシンボルマークになったと私林浩司は考えています。三角形です。そして目についてはですね、これは女王プアビの墓から発掘された、まあ、ゲームボードということになってますけども、その中に目が表現されています。4つの目、つまり40を表します。20枠で囲まれてますから、10、10、10、10の40というわけです。40というのは延期エアプロメテウスの神聖数ということになります。その目とマルドックの三角形を合わせてできたのが三角形の中の目ということになります。つまりマルドックはこのような形で、私はプロメテウスエア延期の正当な後継者であることを私たち人間に示したということになります。上のようなアーティファクトも見つかっていますが、これはミトラ像ではありません。延期エアプロメテウスを表した土偶ということになります。そして目と三角を合わせてできた紋章が右の紋章ということになります。そしてそれが現在はフリーメイソンのシンボルマークとなっているということです。これで三角形がどういう意味を持つか皆さんにも分かっていただけたと思います。Thank you.
What does the Illuminati triangle mean? Olaf Simons, researcher on the Illuminati at the Gata Research Center, answers in the Gata Best Answer website that the triangle with the eye is not an Illuminati symbol, but the Christian Trinity of the Eye of Providence. It is a Roman Catholic Christian symbol that emerges in the Renaissance. It is usually depicted in a triangle in order to get the additional Trinity into the picture. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if what it mentions here is correct.What is it the triangle stands for? Here I can show you my answer. イルミナティのメンバーたちが使っている三角形にはどんな意味があるのでしょうか？ベストアンサーの中でゴタ研究所のイルミナティに関する研究員のオラフ・シモン氏は次のように答えています。目を持った三角形はルネサンス期に現れたローマンカトリックのシンボルです。イルミナティのシンボルマークではありません。三角形は普通三位一体を表すものです。つまり摂理の目ということになります。が、本当にそうでしょうか？三角形は何を意味するのでしょうか？その謎についてここで考えてみます。広し林浜松シティジャパン。三角形の解釈についてさまざまな研究家がですね、さまざまな意見を発表しています。三位一体説が一般的ですが、幾何学模様説ですね、あるいはそれぞれの辺にはそれぞれの意味がある説などなどが、私林浩司の解釈は全く違ったものです。結論を先に言えば、目はマルドックの目です。固めのマルドックです。そして三角形はまさしくマルドックのシンボルマークということになります。まず皆さんに知っていただきたいのはですね、目、つまりカトリックが言う Eye of Providence の目は、実は紀元前2600年頃にはすでに存在していたということです。その証拠はですね、女王プアビの墓、ウルのジグラートの近くにある女王プアビの墓から発見された、二重マスゲームと呼ばれているゲームボードですが、これはゲームボードではありません。神々のカレンダーですが、それは今日のポイントではありません。その二重マスゲームの模様の中にすでに目のマークが表現されています。で、その目のマークで表現されている神は誰かということになりますと、神聖数40を表すところから、まさに延期エアプロメテウスの目ということになります。まずそれを皆さんに納得していただきたいと思います。繰り返しますが、ここが重要です。紀元前2600年、今から4600年前にすでに Eye of Providence、 摂理の目なるものは存在していたということになります。カトリックのシンボルマークではありません。それをまず皆さんに納得していただき、その後三角形の持つ意味について説明します。
Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, but it was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No. The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity. It originated from the Eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The Eye of Providence、つまり摂理の目というのは三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The Eye of Providence は正しくはキリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形はキリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No. 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビーが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今、そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップあるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、一回動かしましたら、左の方に一つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シリーズン繰り返しますと364になります。何らかの形で、まあ1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まああのトランプですね。カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林・ヒロシ説によるものです。まあ、このようにして、まあ、これはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致したときには、その神の日だということに、まあ、定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの模様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる
まあ、金星を表しています。そして右がイナナ・イシュターです。メソポタミアでは、イシュターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。ウルクに残る、まあ、レリーフです。で、このイナナ・イシュターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナナ・イシュターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナナ・イシュターであることは、いいですね。そしてそのもう一つこの5が4つ書いてあります。これは5子20で20を表します。20というのはシャマーシの神聖数です。なあち、まあ、イシュターとシャマーシは、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシュターとシャマーシが組んでキリスト教を立ち上げます。20はシャマーシの神聖数です。太陽を表しています。右がもしその紋章です。で、一番右がですね、これがシャマーシの世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、バビロニの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左に神、そして右にシャマーシがいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわちエンキです。そして、ここにいるのがイシュターです。イナナですね。日本ではイナナと呼ばれていました。で、これがシャーマーシュです。そして、その下にニフルサグです。エンキのお姉さんとも言われています。まあ、エンキと組んで、人間の改造をしました。それぞれの、神聖数をこれから お見せしますから、中部深くご覧ください。アヌ号は60です。アヌ号は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、延期は40です。ここが重要です。エア、延期は40です。そして、イシュターは15です。神聖数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。これが延期の神聖数です。で、その神聖数40について、もう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナナ・イシュターのシンボルマークです。金星を表します。で、その、順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナナ・イシュターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、中央の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になっていますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。60がアヌ号、50がエンリル、40が延期、12がニフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシュターということになります。イシュターは8方向に伸びる、イナナイシュターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグで、まあ、12称号しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、まあ、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。なあち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドックということになります。延期の息子がマルドックということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、まあ、延期のですね、息子がマルドックであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドック、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウルからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナナ・イシュターの文様です。下にはですね、目が4つ
彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の申請数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、延期のいたエリドゥと、それから、下のいたウルクの間にウルがあったということから、まあ、その調和を保つためにこのように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。ここが今日のこの動画のポイントということになりますから、皆さん自身で確認してください。つまり目のマークはですね、紀元前2600年にはすでにこの地球上にあったということです。女王プアビの墓の中からそれが見つかったということです。で、その目はですね、女王プアビが残した20マスゲームと言われているゲームボードの中に表現されていたわけですけれども、そこに表現されていた目は40を表すということになります。40というのはエア延期プロメテウスの申請数ということになります。つまり40はプロメテウスということになるわけです。で、そのプロメテウスとマルドックの関係についてはですね、最も分かりやすい例としては、ニューヨークのハドソン湾に立つあの自由の像ということになります。あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース、つまりプロメテウスの息子のマルドックをモデルにして作られた像であるということです。つまりマルドックはプロメテウスの正当な後継者ということになります。マルドックがプロメテウスの目、つまりエア延期の目を自分のシンボルマークとして使っていたとしてもおかしくありません。で、そのマルドックはどんな神であったかについてはこの後すぐに説明します。ここでは要するに、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、ギリシャ彫刻のディオニソースの像を元にして作られているということです。まずそれをご覧になっていただき、その後でマルドックの、まあ、歴史的な意味について説明します。さらにその後になぜ三角なのかということを皆さんに説明します。延期とマルドック、つまりプロメテウスとディオニソースの関係は、ハドソン湾の自由の像を見ればそれがわかります。今も言いましたように、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース像を元にして作られているということです。それを皆さん自身の目でどうかご確認ください。つまりプロメテウスの正当な後継者になっているのがマルドックということになるわけです。つまりエア延期の
正当な後継者がマルドックということになります。そしてそのマルドックは現在のフリーメイソン、そしてその後のイルミナティへと続いています。右が自由の像です。中央がディオニソウス、またの名をアポロと言いますが、そのディオニソウス像です。顔が一致します。やや自由の像の方が幅広になっています。で、横縮めをするとですね、その顔はそのままディオニソウス像となります。ポーズも同じです。胸の膨らみも同じです。お下げと言いますか、髪の毛の表現の仕方も同じです。まあ、こんなところを注意深く判断してください。繰り返しになりますが、自由の像はですね、足に鎖を巻いています。足に鎖を巻いているところからプロメテウスということになるわけです。ところがですね、ギリシャ彫刻にはプロメテウス像はほとんど残っていません。私が知る限り2体だけです。そんなわけで自由の像を作った制作者たちはですね、その息子のディオニソウス、つまりバッカスの像を元にして作ったというふうに考えています。ポーズが同じです。そして手にはトーチのようなものを持っているということですね。そしてその像はジョージ・ワシントンの像へとつながっていきます。そしてそのジョージ・ワシントンはバフォメット教の信仰者でした。ポーズも同じです。こうしてマルドックとバフォメットがつながっていきますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのように像においてもですね、点と点が線でつながっているということになります。古代の核戦争についてゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドックとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地と、ソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、イエ、つまり、エンリルの長男、マードックは、彼の忠実な王と共に地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そしてその左下に位置するのがマルドックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドックという位置づけになっています。マールドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て、彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って、妻を選んだ。
しかし、マードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、エンキの息子であるマルドックと、エンリル派の流れを組むイナンナ・イシュタールの、まあ、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いとマードックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により、何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この二派が、まあ、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかった。が、アヌ王や枢機卿たちは、その反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては、議論が続いています。しかし、プラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのならそれはそれで良いと、が神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。それ以来、マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルドックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキ一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして
彼らのうち何人かは、ニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろん、マードックは明らかにそうではなかったが。こうして、延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。で、結論ということになります。なぜ三角形なのかということですね。が、皮肉なことに歴史は複雑です。神々の世界もこれまた複雑です。が、時には明快すぎるほど簡単なこともあります。三角形がその一つということになります。なぜ現在のフリーメイソン、そしてイルミナティはですね、三角形の目のマークを使っているかですけども、それについては様々なもっともらしい理由がつけられています。で、現在の今ではですね、一般説として特に三角形については、これは三位一体を表すものだというわけです。が、キリスト教が生まれるよりもはるかその昔、すでに目のマークはありました。と同時に三角形の意味もありました。まあ、それを最後に結論として話しますが、要するに歴史というのはですね、もっと分かりやすく言えば、私たちが知っている歴史というのは、人間の都合の良いように、さらに言えば宗教の都合の良いように作り変えられ、ねじ曲げられ、そして捏造されてきたということになるのではないでしょうか。三角形の持つ意味はもっと単純で分かりやすいということです。つまり三角形そのものはマルドックのシンボルマークであったということです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。それがこの動画の結論ということになります。ハジオス・プヌーマという方のお書きになりました論文の一節に次のような文章があります。ハジオス・プヌーマ著、ヤーウェ、神々の紋章プライム3という論文の中です。この論文の中でハジオス・プヌーマ氏は次のように書いています。Marduk became the official god of Babylonia. The Babylonians referred to Marduk as Bel, which derived from the Semitic word Baal or Lord. Engraved on Babylonians' oldest monuments, called Ziggurat, is a portrait of Marduk. で、次の部分ですね。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. 繰り返します。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. この赤枠の部分に注意してください。マルドックの最も古いポートレート、自画像は、バビロニアに残っていたというのです。そしてその最も古いポートレートによればですね、マルドックは手に三角形の鋤あるいは鍬を持っていたというのです。その三角形の鋤鍬というのは、つまりは豊穣と工作をシンボライズしたものであったというのです。で、その絵を探してみました。本当にマルドックは三角形の鋤あるいは鍬を持っていたのかとです。マルドックが向かって右側左手に持っているアイテムに注意してください。三角形の鋤あるいは鍬のようなものを持っています。従来は武器と考えられていましたが、これは武器ではなく鋤
あるいはクワということになります。そしてその三角形がマルドックのシンボルマークとなったというわけです。そしてその流れを組むフリーメイソンイルミナティはそのマークを、それが何であるかもわからないまま使っているということになります。他に三角形の説明ができない以上、三角形はマルドックが持つ月もしくはクワに由来すると考えるのはごく自然なことです。三位一体などという、つまりはこじつけ的な説明はもう通用しないということになります。なぜならばマルドックがそのアイテムを持っていたのははるか遠い昔、今から数千年以上も前のことだったからです。つまり中央にプロメテウスエア延期の目を置き、そしてその周りを自分のシンボルマークである三角形で囲んだということになります。